あ、そういえばちょっと動画作る前にさあのまあは今生配信あの聞いとるみんなには先行してあのお話ししようと思うんだけどさツリーとってさいろんなメーカーからその公式モデルというかそのスタンダードモデルだったりとかあのにゃんちゃら なんちゃらプロ監修モデルみたいなのって結構あるじゃないですか。そのツリー糸の話でさ、ナイロンラインとかが多いのかなナイロンラインなんかは結構多かったりするんですけど、あの、よくさ、水なじみがよくみたいな話って聞きませんナイロンラインの説明なんかで。えー、それこそちょうど、えー ユニチカもともとこの質問いろんな糸の,のメーカーの人に聞きたがりなんだけど忘れとって。ユニチカさんの話を聞いた時にその話もであの出したんだけどナイロンラインなんかが特にさあの水なじみがよくでったもんだみたいな話ってなんかその糸を紹介する文言として。 あのよく使われる言い回しじゃないですか。えー、っとね。ちょうどこのユニチカの。よいしょ。弾丸ナイロン弾力か。弾力ナイロンの説明にもここ。ね。腰としなやかさで絶妙なバランスで強度アップ。ショックに強く粘りのある強力ナイロンで水なじみがよく魚をバラしにくい。 ね、ストレスなく最高の状態でセットできる2 4 0ル巻きみたいな感じで言うとるじゃないですかあのー、例えば深瀬とかだったら深瀬釣りとかだったらね足場,がえ足場があって釣り人がおってねえー、こう糸を垂らすわけじゃないですかじゃじゃあ海がこうあってさ 糸を垂らすわけじゃないですかねでそん時の水なじみってさ基本的にほら釣り人側からって動かさないじゃないですか。ね、で釣り糸っていうこのね張っとる存在でね浮きとかはあるもののこの水なじみってこういう深か釣りとかの場合だったらこのね海にねこの海の荒れ狂う波とか流れに対して、えー、さもさ そこにねどうかしとるかのような自然なこのねなじみで魚に対する違和感を与えないようにしますよっていう意味での水なじみってわかるじゃないですか聞いた時にパッとイメージつくじゃないですかけどルワーフィッシングって基本的に釣り人が動かす状態のままだからうん。 基本的に釣り人が、その、動かすわけだから、何もしとらんかったら確かに水馴染むかもしれんけど、何もしとらんことの方がルアーフィッシングって、あの、少ないわけで、特にエリアトラウトなんかだったらもう巻きっぱなしなわけですよ。うん。その時に、ね、あの、この自然のこの流れがあって、うん、でこの自然の流れがあるにもかかわらず、その自然に反する、 動きをすするわけじゃないですかルワーフィッシングの糸って。そうでしょねたとえ水の流れがこうあったとしても糸をこう引っ張るんだからなじみもクソもへったくれもないじゃないですか。これなーにって聞いたんですよ。ユニチカの人に。これって一体なーにどういうことなのって。うん。どういう意味で使ってどういう意味で作っとるのみたいな。 そういう位置づけがよくわからんかったから、よく使われてる言葉にもかかわらず、その定義が曖昧だったから、うん、聞いてみたんですよユニチカさんに。で、ユニチカの、えー、この、えー、弾力ナイロンというか、ユニチカの、えー、このメーカーとしてのあの水なじみってなんじゃいって言ったら、ナイロンって浮力あるじゃないですか。ナイロンってナイロンラインってその糸自体に浮力があるじゃないですか。 機銃の問題ね。ねだからたとええー、ルアーフィッシングで投げて、あのー、こういう風な糸のえー、っとまあこれルアーがついとるとして、ね、こういう風な感じだとしても浮力のあるナイロンの糸ってのはやっぱり浮力があることによってマいトるにもかかわらずこの糸がどん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 浮いてくるみたいなんですよ。 もう浮こうううとすする力ってててのがどうししも働いてしまうんです糸自体の浮力があるから。うんね、そうなってくるとあのこう引きたいのに、ね、こうまっすぐ引きたいのに糸が上がっていくからこういう軌道になるじゃないですかどうしても、ね。これだとあまり面白くないわけですよ。うん、魚はここにおるのに。糸がこうルアーがこう走っていくわけですから。 ここここのの魚をうう狙いたいいたに、けけば都合が悪いわけですよ。だからユニチカのその水なじみってのはどういうところを目指しとるのかって言ったら、えー、それこそ今グリビリさん書かれましたけどサスペンド、はい。サスペンドを、えー、だから浮かないまあ完全に浮かないわけじゃないんですけどあの浮きにくくするようなサスペンドってのを水なじみという定義で作っとるらしいんですよね。うん サスペンドだから前その水の中に入っとる間はそのこういう浮力が発生せずに可能な限り糸がその場に滞留するような比重というかコントロールでっていう。比重変えてるどうなんですかねそこら辺はもう本当にもう社の技術なんでもっと詳しく俺が知識があって突き詰めれりゃよかったんですけど次会ったらそれ聞いてみたいな。うん、だからそういう方針でうちはサスペンドで作ってますよみたいな。 どうしてもそのナイロンの比重がルアーの軌道を変えちゃうんで、えー、うちはサスペンドになるように、えー、それを目指して糸を作ってますよ。で、水なじみがいいですよっていうのをそれで歌ってますって言われて、へーと思って。<laughs> へーと思ったんですよね。それこそその深瀬のナイロンラインはフロート、セミフロート、サスペンドだっていろいろ種類があるんだったら、多分人によって変わってくるはずなんですよ。 出かけとる人間とかメーカーによって変わってくるはずなんですよ。これ聞きたいなぁと思って。いろんなメーカーにこれ、糸のメーカーに全部質問したいなーでちょっと思ったんですよね。うん。すごいなんかそれはちょっと今回の収穫でしたね。ああ、なるほどと思って。エリアトラウトはもうサスペンドが重要なんで。うん。 エリアトラウトはやっぱサスペンドフロートで困るんでフロートだと困るんでエリアトラウトはやっぱサスペンドがいいですからあ,あエリアトラウトのええー、糸で水なじみサスペンドああなるほどいいですねってなるわけであまりその他社とかなんかそのプロが自分の自前でやってるメーカーの糸でも説明文として水なじみってあるんだけどなんじゃろはんじゃろほいっていう <laughs> ななんんんかそんな感じのがある比、ね、重や表比、えー、重か表面張力やらしか問題解決策はない気がするまあそうですよね結局もうそ素材のあれは変えられないわけですから素材と太さはもう決まっとるわけですからうんそこのそのアプローチがどうなんだろうっていう。 例えばエリアトラウトの糸を作っとるのに、いやーサスペンドじゃなくてちょっとセミフロートでやってますよってなったら、使う釣り人側のアプローチが変わってくるじゃないですか。あ、ちょっと浮くことを前提にちょっとレンジ刻もうかな。ここにおる魚を狙いたいんだったら、本来だったら一定引きしたいレンジに下げて、まっすぐ引くけど、ちょっと浮き上がることを考えたら、ここに魚がおるのをストライクすることを考えて、ちょっと沈めてから、えー、 斜め引きにしてこう勝ち合うようにしましょうみたいなアプローチも変わってくるじゃないですか。うん。ああってなるほどーって。なんか素材に意識しがちだけどうん素材に意識しがちだけどなんかそういうのも一応ねあのユーザーとしては聞かなあかんのだなってちょっと思いましたね。